うまピクルスじゃなくてさ、ピルクスル、ピルクル、ピルクルと全然ヤクルトと味違くてがっかりしたんだよね。ヤクルトめっちゃ美味しいわ。ピクルスは嫌い。ハンバーガーの中に入ったらピクルスいらん。あれめっちゃいらん。さすがにね、このまま1時間ね、塩だけで配信してもあれなので、起こしてきます。よいしょ。皆さん、どうも、挨拶をどうぞ。え、すごい。いいじゃないですよ。もう夕方ですよ。え、おはよう。負けたよ、もう。え、負け？うん。いつ起きたの？え、8時、え、45分に起きたよ、あなたの目覚ましで。え、30分くらいまで目覚ましかかってたね。え、消した？消してないよ、ずっと鳴ってたよ。なんで起きれないのか不思議だったもん。話してたで、さっき。なんであんな爆音の目覚まして起きれないのでしょうかって。消したいよ、ずっと鳴ってたよ。ちなみに消したでしょ、消してだって鳴ってたじゃん、さっき夜中に。消してたでしょ。消してない、もうずっと鳴ってたよ。わかる、寝れるよ。え、なんかめっちゃ元気じゃない？え、だって起きたん、起きたのだって30分前よ。嘘？嘘じゃない。嘘じゃないわ。え、もう全然コメントが見えないわ。あー、嘘負けた。え、待って待って、絶対起きれると思った。しゅんちゃんひっそり起きたでしょ、絶対。いや、ひっそり、まあ別、声はかけなかったね。くっそ、マジで。声はかけない。声かけてくれるあれじゃないの？だって声はかけない。だって勝負だからさ、かけたらさ、起きちゃうでしょ、そう。でもかけなかったら、一生あなたは目覚ましの鳴ってる中で寝てるで。え、悪口。え、起きねえなって。そう、うん、どうやって起こそうって。罰ゲーム、罰ゲームなんだろう。だって言わなかったもん。ちょっと起きれずしなかったから。罰ゲームなんだろう。言わなかった、なかったんだ、自信。朝ごはん作ってもらう。朝ごはん作ってくれるんですか。起きた人、起きた人が作るんじゃないの。いやいやいや、負けた人が作るんじゃないの。オムライス食べたいな、しゅんちゃん。じゃあ作って。オムライスはね、ちょっと専門外。じゃあオムライスじゃないな、何作れんのさ。カップラーメン。もうダメだ。カップラーメン美味しいよ。作って。いやいや、食べたじゃん、カップラーメン。でもね、赤ちゃん、そう、夜中にお腹空いたって言って食べとったな。それはいらない約束でしょ。あ、ごめんなさい。またデブって言われるじゃん。夜中にたこ焼きあんなに食べたのにさ、お腹空いちゃったんだよね。そう、しかも美味しかった。45になるで。いや、やばい。ガチじゃん、ガチじゃん。僕めなくもあ、首が止まらないんだ。